よっしゃよっしゃ、味がだんだん整ってきましたね。はい、こんにちは、よしこでございます。今日は鶏ごぼうおじやというのを作っていきますので、よろしくお願いします。ちなみにおじやなんですけれども、おじやの方はですね、このオートミールで作りたいと思います。なので、すごいヘルシーなものに出来上がるのではないのかなと思いますので、よろしくお願いします。では、僕のチャンネルでは基本的にはダイエット料理、ダイエット飯というのを工夫して作るようにしています。高評価、チャンネル登録を、あとは Twitter のフォローやインスタグラムのフォローもよろしくお願いいたします。それではやっていきましょう。まずは鶏肉をかっさばいていきます。しっかりと皮を剥いでいただいて、で、今日は 100g 使いますので、ではこれを切っていきます。これぐらいのサイズに、一口というかちょっと細かめですね、に切ってもらいます。 OK でございます。はい、では次はごぼうです。これ洗いごぼうですね。さっと水洗いしたら、このまま薄切りにするだけでいいです。ごぼうはちょっと食物繊維なので、多めにあれば嬉しいかなっていうのがあります。はい、OK です。こちらのフライパンに火をつけて、ごま油のコーティング、そしたら先ほどの鶏むね肉、もうごぼうも一緒に入れちゃいます。まとめて炒めます。じゃん、水を入れます。ザーッと、今 200ml 入れました。はい、白だし、いつものやつでは、これを大さじ1杯ドーン、ちょっとだけ塩を入れます。オートミール 1,2 だいたい 30g ぐらい入れていただいて、ちょっと混ぜます。そうすると水分含んできて、とろっとしてきます。で、水分含ませるまで時間かけてください。その時は火少し弱くして、よっしゃよっしゃ、味がだんだん整ってきましたね。ここで卵を投入します。もうそのまま投入して、しっかり白身にもね、熱が通るようにしてくださいね。そうするとタンパク質吸収されやすいので。では、これで火を止めます。では盛り付けていきましょう。はい、では食べていきます。はい、では、お上がりなさいのいただきますの。じゃあ、海苔としっかり混ぜ合わせて。いや、いいですね。やっぱりオートミールはおじやにしやすい。で、いただきます。うまい。あ、汗かいてきた。うまいな。食べやすさ抜群でございます。うめえな。じゃあ最後、かっこんでいきます。はい、ごちそうさまでした。美味しかったでございます。はあ、
今のは健康体操です。はい、ではいかがでしたか。今日は鶏ごぼうおじやということでやっていきました。ごぼうの方もね、結構シャキシャキしてて美味しかったですし、鶏肉でタンパク質も取れて、でオートミールなのでダイエットにも効果的ということです。味の方もね、やっぱり和風だしと相性いいです。なのでぜひぜひ皆さん試して、和風だしとかあったらやってみてください。では以上となります。では僕はですね、もうちょっと今から筋トレ行きたいなと思うんですけれども、今日暑いのでちょっと外に出にくいですどうしよう。まあでも頑張っていこうか。はい、では次回またお会いしましょう。バイバイ。